どうも大人です。大人なので脳を鍛える大人のトレーニングやっていこうと思います。うわ、東北大学カレー医学研究所カレー川島、東北大学カレー医学研究所川島隆太教授、久しぶり。元気してました？だいぶ久しぶりやな。なんか最近任天堂スイッチ版が発売されたということで、久しぶりにやっていこうかなと思います。で、毎日トレーニング、お手軽、新しい脳トレやりたい。ちょっとお手軽やろ。お手軽へようこそ。ここでは指を動かす新しい脳トレが体験できる。指を動かすってどういうこと？ご家族やお友達と一緒にやるのがおすすは？一人で脳トレしたらあかんのかい？あかんのかい？指で脳トレって何や？ほんまに何や？ジョイコンのモーション IR カメラに手を、あ、へえ。指の数を計算して、ハンドサインでできるだけ早く、あ、任せてくれ、そんなもん。どうしたらいいの？回してくださいよ。前頭前野活性化計画、計測、計測。よし、任せろ。前頭前野のな、活性化かな？任せてくれ。右手。ジョイコン R を無線接続した。あ、したぞ。強い光、別に当たってない。パー！俺のパー！あ、見てください。僕の手です。よろしくお願いします。4、2、5、4、1、5、4、5、4、2、4、2、5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 、2、
僕ぐらいになったらこんなもんですわ。新幹線、ああ申し訳ない、ちょっとね申し訳ない、これは申し訳ないことした。指計算は脳の処理速度の向上が、ああやっぱりね、ああまあやっぱり脳の処理速度がね、毎日コツコツ、いやまあ脳の処理速度がね、うん脳の処理速度がな、ふう、指体操するか、やります。画面に並んでいる手の形を順番にできるだけ早く真似してください。あーこっちの方が簡単そうやな。右で、まあ回してくれよ。これはまあこの持ち方でいいんやな。うん、オッケー。グーにググーパー、グーにグーパー、グーにパー、チグーグーチョキパーチョキパーチョキグーチョキパーチョキグーチョキグーパーグーチョキパー、あグーパーチョキパーチョキグーパーグーチョキグーパーグーパーグーチョキグーパーグーチョキグーパーチョキパーグーパーチョキパーグー。何お前、誰だお前、レギュレーション守れよお前、びっくりした。え、あいつ誰、急に何君、びっくりした。っていうかね、これね脳の処理速度がどうのこうのじゃなくて、単純にね手疲れてくる。ごっつ手疲れてくる。しかもなんか新幹線級ってさほど良いやつじゃなかったよ。ロケット級みたいなのあったよね、一番いいの。そうか、でこれいつまでゲスト呼ばわりされんの、俺が主やねんけど、ここの。あ、お手軽脳年齢チェックいいですね。ちょっと名前作るわ。は、テレビモードでは利用できません。でもテレビモードじゃないとキャプチャーできへんやんか。この動画 YouTube に上がれへんやんか、一生なあ。さしてよ、毎日トレーニングをさしてよ。わかったよ、お手軽でいいよ。じゃあじゃんけんです、回してくれ。じゃんけんやぞ、じゃん、なめとんか。勝てる手だけじゃなく負ける手を、なんで負けやなかんの。え、いやいや、後出しじゃんけん、あーでも後出しじゃんけんってあったよな、今までにも。右です、まあ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 、回してくださいや。っていうか IR カメラってこんな感じなんやな。手を上げたらスタート、あーそういうこと。はい、はい、うん、うん、勝ってください。うん、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 負けてください。うお、任せろ。勝ってください。おら、負けてください。おら、勝ってください。おら、負けてく、いや、ちょっとプライドが、ちょっと負けてくださいは、どうしてもプライドが許されへん。どうしてもちょっと、勝ってください。手を上げてるんですけど、
負けてください、うん、勝ってください、はいはいはい、あ違う、あ違う、こう、はい、負けてください、いやちょっと負けるのだけはプライドがほんまに、おい、どうですか僕の脳年齢、最高記録じゃないですか。測定結果は20歳を最高として算出した結果、僕の脳年齢は、もう一回やらせろ、ふざけんな、ふざけんな、もう一回やらせろ、よし行くぞ、はいはいはい、負けます、勝ちます、負けます、勝ちます、負けます、か勝ちます、負けます、勝ちます、負けます、勝ちます、ま負けます、か勝ちます、はい、負けます、か勝ちます、負け負けまおっとっと、はい、ま負けますよ、そんな、勝ちます、はい、危ない危ない、ちょちょちょ、これ全部試すの卑怯、全部試すの卑怯、これやめよう、これよしよしよし、ノン年齢16歳、きた、完全に早い、もう完全に完全に脳年齢、対戦脳トレを一人でやろう、二人で競い合うトレーニングです、じゃあ俺の右手くんと左手くんのバトルや、これは。画面内の鳥の数をできるだけ早く正確に答えてください。うん。鳥以外のものも紛れています。まあ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 、だいたい右手の方が強いよね、こういう時。あ、回してくれ。あ、こっちね、はい。まあ、回してくださいよ。おう。今んとこ優勢やぞ。え？あ、あ、なるほど。おら！あー右手くん、おい、あー右手くん、あしかも、おらおら、え、は、これはね、かん、左手くんが勝ちました、負けても全く気にする必要はありません、そろそろ両方とも俺じゃ、クソ、旗揚げ箱数や、まあ、この辺はでもちょっと一人でやるには厳しいな、え、毎日トレーニングめっちゃやりたい、毎日トレーニングめっちゃやりたいねんけど、ちょ毎日トレーニングやるか、新聞の音読をします、一日一本できるだけ早く声を出して読んでください、はいはい、お任せください、読料、目読でもいいんですか、はい、昭和37年、はい、できるだけ早く、1000万人を超える東京都の常住人口、東京都統計部は31日の東京の常住人口、夜間人口は2月1日午前中で推計1000万人を突破し、世界最初の1000万都市が誕生すると発表した、近県から都内への通勤者を含めた中間人口は去る35年10月の国勢調査の時1000万人を突破している、今度東京に住んでいる都民の実数が1000万人を超えたわけで、第2のニューヨーク市はすごいたくな700万人ぐらいいるということで、マンモス都市になる、東部の調べによると東京の人口は戦時中の昭和17年770万人を超えて、世界最高記録を作ったが戦争の混乱で激減し、終戦時の人間なんかすごい悲しい記事やと思います、1000万人を超える東京都の常住人口、東京都統計部は31日の東京都常住人口、夜間人口は2000万人がマンモス都市がすごくて、ニューヨークは700万人を超えているわけで、ニューヨークを超えて東京都はすごいたくさんの人が住んでいるからすごいと思います、すごい、ロケット級じゃないか、ロケット級やんけ、どうですか川島教授、ちなみに今この画面を真上からスマートフォンで押さえているため画面が全く見れずにすげえ苦労しました多分普通に読んだらもうちょっと読めます、総合的な脳の力がね、なるほどな、脳についての豆知識、
計算や音読のトレーニングをしても計算や音読が早くなるだけなんじゃないですか。うん、だけなんじゃないですか俺。ところが計算や音読のトレーニングを続けると、計算や音読の成績、計算や音読って何回言うねん、脳の実行、へえという結果が出ました。はあ、これを転移効果と言います。転移効果を、へえ、反抗、ああ、ザス、やった、ずれた、めっちゃずれた。最近僕も、ああ、あのドクターマリオみたいなやつか、ノン年齢チェックしとくか、しとくか。めっちゃやりづらいけど、今これカメラで上からやってるから。順番線引き、なんだそれ。 A1B2M3、 あー、文字数字のやつね。はい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 、回してくれ、俺はこういうの得意中の得意中の得意じゃ、ほんまに。 A1B2C4C3D、 自分の指で何も見えへん。12M13、 おーらららららららしゃーら、ゲトルやないかい。どうや俺のより高速数えテスト、ね、できるだけ早く1から120までコイン出して数えてください。回してくださいよ、得意中の得意っすよ。そんなん1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,40,41,42,44,45,46,47,38,39,40,41,42,44,45,46,47,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,38,39,40,41,42,43,44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 ,46,47,38,39,40,41,42,43,
今回に関しては。何？短期記憶能力任せてくれ。25個の数字の場所を2分間でできるだけ多く。おお、任せろ。完璧に覚えきったるわ。覚えた。10、11、2。よし、俺の脳年齢どうなっとんねん。というわけで今日はですね、大人なので脳を鍛えていきたいと思います。脳を鍛えるトレーニングということでですね、東北大学カレー医学研東北大学カレー医学研究所の川島隆太教授、久しぶり、元気してた？ということで今日はね、この脳をトレーニングをやっていこうかなと思うんですけれども、ですね。